グリーンピース、イエーイ。というわけでポクタン、ポクタン、なんだいつぶたん。今日はですね、プリクラを使ったね検証なんですけども、第2弾、第3弾、第4弾くらいだけど、前回どんな検証やった？前回はゴキブリを目につけて漏れるかみたいな。そうで、ゴキブリで結局漏れたわけですよ。なんかゴキブリみたいなつけまで漏れるっていうことが証明できたんですけど、逆にゴキブリみたいなつけまだとどこまで漏れるのかなと思います。今日はですね、買ってきました、つけまつげ。これを片目につけて、片目普通のまんまでプリクラ撮って、どれくらい大きくなるのか、検証していきたいと思います。それじゃあつけまつげつけていこう。えっ、お前はつけまつげが痛むだろうな。はい、つけまつげに土下座、つけまつげに土下座、ペッペッペペッペペペペペペペッペッペレッペペペペレッ、あ、鶴2のギャグに僕も突っ込む、スイッチワン、はい、つけまつげから、つけまつげから、つけまつげまつげはきげ、つけまつげしか言ってない、はい、ペッペッペッペレッペペペペレッ、カットだな。12個で足りるでしょ、固めだから。しかも見てください、これバッチリボリューム、ゴージャスデカめなわけですよ。もうボリュームがあるやつ買ってきたから、プリクラに挑戦状ですよ。もうどんだけデカくなるんだてめえはと。これもう普通にやればいいんだよね。固めだけに集中してつけてこう。はちょっと待って、うざ、何これ、くっつかんやんけ。待って、これお互いやろ。じゃあ俺がお前のつけるわ。はい、こっち向いて、うん、真っ白で見えん。とりあえず接着剤これつけます。はい、おわ、ちょ、うわ、押さえて、早く目に入って、目に入って、おい、入ってないから。これで、はい、まず1枚つきました。1枚つきました、はい、2枚だ、2枚だ、2枚つきました。じゃあこの調子でつけます。3枚目、はい、3枚目つきました、3枚目つきました、3枚目じゃ足んないです。はい、ちょ、これ足りもうこれめんどくせえ、接着剤いらねえわ。4枚目です。じゃあね、4枚ね、こいつ実験台やったんで、じゃあ僕の番ですね。うわうわ、よし、このままバンバンつけてくわ。はい、2枚目いきます。どう、あ、取れた。おいー、つけまつげむずい。つけまつげ、まつげ、まつげ、はい。そんな呪いみたいな歌だっけ。違う、これ分かったわ。つけまつげ重ねた状態でつけた方が一番いいわ。2枚重ねてやるじゃないですか。ほら、あと全部つけよう。はい、というわけでこっちに4つまとめたんでね、これつけて最後でございます。つけます。邪魔くせ、あ、邪魔だな。女子高生はこんなにつけてんのかな。そんなにつけてねえぞ。はい、完成。これだったらいけんじゃない。というわけでですね、じゃこの状態でプリクラ機まで行きたいと思います。ちょっとあれやりたいから。じゃあプリクラ機まで行きます、せーの、よいしょー。というわけでですね、プリクラ機の中にやってきたんで、早速撮っていきたいと思います。読み込みが投げ、お、来た、じゃあめっちゃもろ、お、目思い切り、え、どうぞどうぞ、え、やばいやばい。はい、というわけで落書きコーナーに来たんで、早速ね、チェックしていきたいと思います。どうなってんだろう。でもでかくなってたらいいよね。こんな人増えられたら困るからな。では一つ目見ていきたいと思います。エヴァバン、どう、ポークはさ、今汚くついたからあれじゃん。ちょ、俺見て見て、でかくない、普通に全然近くない。次、次、次、え、これもさ、え、結構いけてんじゃない、これもしかして。ちょ、お前の顔うっざ、すごいでかくなってない、普通に。じゃあもう俺らさ、一生これで過ごさん。いや、もう劣るわ。